失礼いたしました。失礼いたしました、メーカーがダメなんでね、愛嬌第7弾でございます。初めての方も7回目の方も皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。この愛嬌に出会えたっていうこと自体がもう出会いだと思います。でこれ見ていただけてるっていうことがもうご縁だと思います。本当にしかもこの大事な一日の皆様の時間をいただいているということ本当に感謝しております。私ね、これを皆さんに言うときに必ず言う言葉があるんです。これね、信じるか信じないかあなた次第です。これを見たということで、ここで今これを毎回見てるということは、これね、ご先祖様が、あなたのですよ、ご先祖様が私に言わしてるんです。で、言ってくれって頼まれてるんですよ、あなたのご先祖様に。で、それで引き寄せられてきてる人がこれを見てます。だ、それ信じるも信じないも堂々ご自由に。で、あなたのご先祖様はこう言ってるんですよ。俺が言わされてることですよ、いつもですよ。これは申し訳ないんだけど、あなたのご先祖様が言ってることは気づいてほしい。で、何に気づいてほしいか、幸せになってほしいんだって。で、ものすごい心配してらっしゃいます。本当にあなたのことをものすごい心配してます。で、ものすごい幸せになってほしいんだって。で、幸せになる方法って簡単なんだけど、本当に気づいてほしいわけですよ、僕の口から、その愛嬌を通して。で、例えばいいですよ、何の宗教やってようが何を信じてようが。でも、ご先祖様に言わせれば、本当に自分に頼ってほしいんですよね。なぜかというと、ご先祖様たちっていうのはものすごくたくさんの疾病やね、戦争やいろんな苦労を乗り越えてきたんですよ。で、その子孫が我々で、ものすごく運のある人間たちしか今いないのに、何かに頼ってしまう、宗教に頼ってしまったり、誰かにコントロールされたり、そういうのを見てられないって、勘弁してくれ、火で言ってくれと。言ってますよ、今。でも、信者も4人逃げましたよ、4人。アホでしょ。せっかく来たのに4人逃げてるんですよ。バカっすよね。本当に、また俺、口で悪いって言ったら、俺、なかなか上がれませんね。本当に俺、上がれませんね。ダメですね。僕の人間性が低いな。愛嬌は、僕みたいな人間でも許してもらえるんで、一緒に勉強しましょう。完璧な人が、進めてるわけじゃないんで、なんだろうな、教祖様が自分なんで、あくまでも自分監督で、自分でコントロールして、自分で上げていくしかないんですよ。自分がこれでダメだなと思ったら やるしかない。人にお前ダメだよとか言われて直す宗教じゃないんですよ。自分で自分を磨く宗教なんで、あくまでも自立と自由なんですね。で、どの宗教も今の宗教も自立と自由なんかないんですよ。罰が当たっちゃうとかね、罰なんか当たるわけないんですよ。罰なんかもうこの顔だけで罰当たってるから、もう、はい、頭悪いだけで罰当たってるし、休み時計性ちっちゃいだけで罰大当たりなんです。俺なんかね、貧乏なだけで罰当たってるもん。でもね、罰だけじゃなくてね、命もらったっていうだけで、これはね、もう感謝なんです。しょうがない、お前因果を背負って背負ってくるのはしょうがないですよ、これで。僕はこのね、赤家に生まれたら赤家のご先祖様の因果を背負ってるわけだから、ここで何のために生まれたかっていうと、この因果、因縁を断ち切るためなんですよ。そしたら僕は娘にちゃんとこの因縁、赤家脈々とつながる悪い癖とかあるわけじゃないですか。で、やっぱりうちのお風呂の宮本家の悪い脈々とつながる悪い癖とかあるじゃないですか。そういうのを切れるように、で、無理やりね、娘にこういうとこ悪いよって言ったってね、そんな因縁切れるわけじゃないんで。で、何をやるかって言ったら、もう陰徳を積むしかないんですよ。で、陰徳積むっていうのはどういうことかっていうと、人間でもこれ、愛嬌の教えなんですけども、頭と心と体で人間っていうのはできてるんですね。で、頭と心と体でできているんで、要は、体だは何を食べるかで。で、頭は何を考えるか、どんなことを学ぶかなんですね。で、あと心っていうのは陰徳を積むことです。やっぱり人を励ましたり、人にいいことしたり、ゴミ拾いをしたり、困ってる人を助けたり、そういうのが愛嬌のお布施ですね。陰徳。それを積むことによって、どん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 、なんだろうな、
顔の表情も良くなるし、運も良くなってくるし、本当に引き寄せが起こってきて、素晴らしい人たちとの出会いがあります。これは間違いなく引き寄せがあります。そしてその引き寄せは必ずその人を引き上げてくれる。信ずる者は救われます。宗教とか神とか言ってね、みんな逃げ出すんですけどね、私はこの宇宙の創造主を信じてますんで、神と呼んでもいいし、創造主と呼んでもいいし、サムシングウェイトって呼んでもいいんですけど、私はその見えない力を信じてるんですね。で、それを伝えるのがこの愛嬌なんです。で、その見えない力っていうのはご縁だったり、ラブだったり、思いやりだったり、願いだったり、夢だったり、理想だったり、そういう見えないものですよね。声も見えないじゃないですか。でも確かに存在して、人を動かす力がありますよね、パワーが。だから、そういうものをね、この愛嬌で伝えていけたらなと思ってます。神様に頼って弱くなるのではなくて、この愛嬌を、信仰することによって、強くなる。愛嬌というのは自分を鍛え、人に及ぼす宗教です。自分を鍛え、人に及ぼす宗教です。死んでからあの世に行くのではなく、この世をあの世に、あの世にしちゃダメだよ。この世をあの世にしてどうせ死んじゃうじゃないか。この世を天国にする宗教でございます。この世が天国になるような宗教。それが愛嬌です。私は愛嬌、最高の宗教だと思ってます。なぜかというと僕ね、いろんな宗教を、やってます。誘われたやつ全部やっちゃうんです。天理教もやってます。うちの美容の先生がね、京都の先生でね、京都です。で、エステっていう美容室やってます。高級店です。で、その村橋先生っていうのがね、僕の先生でね、天理教で。で、村橋家はね、みんな天理教なんで、そこでね、天理やってます。で、あと、新女一女、新女園やってます。それは丸ちゃんっていう親友から誘われて、駅で出会ってね、やってます。で、そういうところで学んだものも、この愛嬌の中に入ってますんで。ミックス。